三木駅は、兵庫県三木市末広一丁目にある、神戸電鉄青線の駅である。駅番号は、キロバイト53。旧市街の中心駅となっている。相対式ホーム2面2線の行き違い可能な、地上駅である。なお、ホーム有校長は4両である。スズラン大型に4連対応の引き乗線がある。この引き乗線は2番線からしか出入りできない。無人駅。 駅舎は上下線ホームとも青よりにある。かつては駅に構内踏切があったが、青線の4両編成体を工事に伴い、廃止されるとともに、上りホーム側にも駅舎が新設され改札口が分離された。便所は、上り線側の駅舎外に公衆便所が設置されている。下りホーム側には、開業年の1938年春高の駅舎が、 長年にわたり存在したが、上日のように2018年3月4日に、近隣の民家を火元とする火災で炎症したことにより、全焼した。沈下後の点検では、線路、河川に問題はなかったが、下りホーム側の駅舎内にある安全システムが消失したため下り線が使用できず、翌5日から同月8日までは、暫定的に2番ホームのみを使用した一面一線となっていた。 今後神戸連鉄、未機市などにより消失した駅舎の再建が検討されていた。なお、3月9日に下りホーム上に仮設の改札口を設置して利用を再開、通常ダイヤに復旧した。その後、再整備のために市内外から約1億2300万円の寄付があった。 2020年8月15日から9月15日まで、三木駅デザイン総選挙と銘打って、駅舎の外観を選ぶコンテストを行い、3案の中から一つ投票する方式で最多投票を獲得したモダン風に決定したことを2020年9月30日に発表した。2021年8月着工し、2022年3月頃、使用開始の予定。下りが毎時1本。 上りが毎時2本発車する。全列車、青小旗間隔駅に停車する。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。三岸統計所によれば、2019年の年間乗車人数は31000人である。駅前にはロータリーがない。周辺は旧市街地であり古い街並みが残っているほか、商業も大規模店などが複数立地している。 駅前に福有橋バス停が設置されている。三木市内の中では発着本数が比較的多く各方面への路線バスが発着する。また、駅の西側には末広橋停留所がある。以下、三木、伊バスを除きすべて新規バスが運行している。なお、三木、伊バスは三木市が運営し、運行を新規ゾーンバスに委託するコミュニティバスである。 福あり橋バス停、福有橋バス停、末広橋バス停、ABCDEFGHIJKLMN、兵庫の鉄道全域私鉄、公営鉄道神戸新聞総合出版センター、2012年12月10日、195ページ。ISBN 九七千八百四十三億四千三百万六千七百四十五、2019年度移動等を円滑化取り組み報告書。 神戸電鉄。2021年8月17日閲覧。ABCDEFG ソネサトル。週刊歴史で巡る。鉄道全路線公営鉄道。私鉄14号神戸電鉄。野瀬電鉄。北条鉄道。北近畿単語鉄道。朝日新聞出版文冊百科編集部。朝日新聞出版。週刊朝日百科。2011年6月19日。 11から13ページ。時事 .com ニュース。神戸電鉄駅舎が全焼イコール沿線建物火災。乗客避難標語。三木ウェイバックマシン ABC。新鉄三木駅。駅舎全焼本数減らし運転再開。神戸新聞。 https://www.kob-np.co.jp:/news:/jiken:/201803/0011040015.shtml2018 年3月5日閲覧。ABC 神戸電鉄株式会社経営企画部、青線は通常ダイヤでの運転を再開します。 ウェイバックマシン AB 神戸新聞 NEXT 新鉄道駅笠屋王線9日午前から通常ダイヤに引くウェイバックマシンハット ABC 駅舎消失の新鉄道駅新駅舎のデザイン決まる神戸新聞 https://www.kob-np.co.jp スラッシュニューススラッシュ sougou スラッシュ202009スラッシュ0013743866ドット shtml2020 年9月30日閲覧。三木駅構内案内図神戸電鉄、兵庫県内の主な産業遺産などこの神戸 兵庫の郷土市ウェブ研究館、地域創生、ツーリズム研究所。2018年3月4日へ覧。外観あらわに、ここまでひどいとは、敗線議論加速を危惧する声も。産経新聞。 http://www.sankei.com/.ust/.news/.180306/.ws.t1803060024-n1.html2018 年3月6日閲覧 http://www.rescunow.net スラッシュニューススラッシュ53657神戸新聞ネクスト全章の三木駅、駅舎再建前に、ダイヤ復旧へ引くウェイバックマシン三木市統計書、三木市。ありがとうございます。